2020明治安田生命 J1 リーグの第5節の初日です。ノエビアスタジアム神戸、ヴィッセル神戸対清水エスパルスのゲームをお届けします。過去の対戦は神戸の13勝、清水の22勝、引き分けが5つです。さて今日の神戸のスタートのメンバー、フォーメーションでご覧いただきましょう。ゴールキーパーイクラ、ディフェンスは右から西、大崎、渡辺、酒井の4バックを予想しています。アンカーサンペールで、そして山口とイニエスタ、3トップは小川、ドーグラス、古橋です。ドーグラスはフルス対決になります。まあ、昨シーズンは神戸戦でゴールも決めています、ドーグラスです。清水エスパルススタートのメンバーです。第2節からゴールを守りますユー育ちの梅田です。そしてエウシーニョ、バウドというところが帰ってきました。ファン速攻奥井、奥井はフルス対決です。そして中村、後藤、竹内、金子、ティーラシン、カルディーノス、ジュニオ、まあ、こう並びをしていますが、まあ、後藤がちょっとトップ下で少しこう2トップのような形にもなる場合があるでしょうね。まあ、1対2の局面、一旦下げて酒井と古橋で崩すか、酒井が裏を取る、中を見て入れてきた、小川が入ってきました。いや、いい入りでした、ね、小川選手。まあ、サイドの崩しも良かったですし、あとは小川選手、まあ、2列目から飛び込んでくるタイミングが本当に良かったですよね。ここをうまく取ったティーラシン、残しましたが、もう一度金子が今度はカルニーニョスにつなぎました。逆サイド、ティーラシン、 FC の目安が左足、味方に当たってゴールキックに変わります。ただ今やっぱり攻撃のスイッチ入った時の両ワイドの動き、スピードがありますね。速いボレテニア決まりました。最後は古橋か、そうですね、ニアに飛び込んだ。この前半の終了間際、セットプレーでゴールを取りました。いい時間帯ですね。あ、最初大崎ですかね、そうですね、前に現れたのは、はい、大崎が飛び込んでいったんですが、いったのは触ったのはその後ろ古橋です。そうですね、まあ、清水の選手の前で、まあ、ボールをこう当てることで、まあ、コースを変えての、まあ、ゴールでしたけどもね。カルディーノス、エウシーニョが行きましたが、今度は奪って古橋、さあスペースが前にある、古橋運ぶ、古橋斜めに入れる、ドーグラスの足、ドーグラスの長い足が届きました。いや、ゴールキーパーの前でよく触りましたね、ドーグラス。2対0、これもカウンターからでしたよね。まあ、一気にこう入れ替わった瞬間、やっぱりこう FC にも中に入ってきてますから、このサイドのスペースが空くんですよね。で、斜めのドグラスのラストパスから、まあ、よくこう足を出してゴールキーパーの前に触りましたね。ファンソックもおそらくドグラスの足は出てこないであろう、まあ、予測の中だったですかね。キャプテンマークはファンソッコがつけています。ちょっと時間失礼いましたが、中村いいパスを出しました。金子ターンをしてパスを出した、シュート枠には行きませんでした。後藤、いや、いい形からの最後フィニッシュっていうところまでね、行きましたけどもね。つけてきます、酒井へ、イエスタのパスから酒井、クロスを入れる、ドーグラス、ポスト、古橋、古橋今日2点目、ドーグラスのシュートはポスト、最後は古橋です。まずはイニエスタの最初のスルーパスからでしたね、はい。まあ、ここで1回戻して清水のディフェンスが押し上げて、最後、酒井のスペースを空ける、
で酒井のボールも完璧でしたし、まあ、ドーグラスのところで最初は、ね、本当決めきりなかったと思うんですけども、はい、ポストに当たったタイミングで古橋の前に転がってきて、まあ、非常に落ち着いてサイドに流し込みましたね。ここで西澤、それから鈴木唯人が出てきます。ここで酒井です。まあ、フレッシュな選手は、ね、まだまだこう体力がありますし、どんどん前から、ね、行かないといけません、はい、ここチャンスになった。ワントラップしてシュート、1点を返しました。西澤、最後西澤ですね、はい、西澤今シーズンの初ゴールです。拍手が起こるノエビアスタジアム。そして出していって豪華バウド、ここで笛が鳴りました。3対1ヴィッセル神戸勝ち点3を取りました。くしくも昨年の天皇杯準決勝と同じスコアで5試合ぶり3年ぶりのこの清水戦の勝利、そしてホームでは5年ぶりの勝利ということになりました清水戦。